皆さんこんにちは。オフィスまゆみの大西まゆみちゃんです。今日はですね、大人気コーナー、脳の筋トレコーナーでございます。最後には斉藤ひとりさんの生声も聞けますので、ぜひぜひ最後まで見てくださいね。そしてですね、オフィスまゆみではですね、今今のホットな情報を毎日動画でお届けしております。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、改めましてオフィスまゆみの大西まゆみです。今日はですね、脳の筋トレコーナーということで大人気コーナーとなっております。初めてここからね、初めて見てくださった方、ちょっと脳の筋トレって何と思われる方がいらっしゃると思うので、ここでご説明させていただきます。このコーナーはですね、皆様から寄せられた質問に一緒にね、考えて考える力をつけていこうというコーナーなんです。なので、これをね、繰り返してると考える力がつくんですねそうなんです。で、身近に起きた問題がテーマとなっておりまして、そして実際起きたとしても、あの時こういうふうに思ったなとかって言って、悩む時間が短くなって考える力がついてるので、問題解決が早くなるというね、素晴らしいコーナーです。なので、世間ではいっぱい脳トレのコーナーというか、ドリルというか問題集とかね、いろいろあると思うんですけれども、これも素晴らしいので、ぜひぜひ何度もチャレンジしてみてください。そして最後には斉藤ひとりさんがですね、生声で同じ問題に答えてくださるので、本当に楽しいですよ。ということで、では早速問題に行ってみましょう。今日の問題はですね、最近私に男の人で突然怒鳴ってきたり、きつい言葉で指図したり、ひどい暴言を吐く人が数人います。びっくりして何も言えなくなります。それからすごく落ち込んで、なんで私にこんなひどいことするのか、すごく怒りが出てきます。そして、数日間嫌な気分が続きます。マルカンの方々に対処する方法をいろいろ教えていただいたのですが、できません。どうしたらこういう人たちに対処できるか、こういう人たちに対処できる自分になれますか。またどうしたら落ち込まずに、上機嫌で過ごすことができますか、ということ質問です。はい、ここからはですね、皆さん考えてみてください。では行きます。シンキングタイム。ということで、皆さんどんな答えを出されましたか。では私の答えを言ってみます。いろいろ教えてもらってたが、この方はですね、いろいろ教えてもらったができませんということですね。なので、できなくてもいいです。もうそういう方とはあんまりちょっとね、距離を置くようにする。そしてですね、私もこの言葉が好きなんですが、このことがダイヤモンドに変わります。このことがダイヤモンドに変わりますという言葉をね、4回言ってみてください。気持ちが落ち着くと思います。そして言うことによって、なんか落ち着いて、そういうことがダイヤモンドに変わる出来事が引き寄せられるような気がするんですよね。なので、もう本当に嫌なことがあったらこの言葉を言うというふうに私もしてるので、ぜひ言ってみてください。本当にダイヤモンドに変わります、というのが私の答えでした。では斉藤ひとりさんの答え言ってみましょう。今回の質問です。最近私に男の人で突然怒ってきたり、きつい言い方で指図したり、ひどい暴言を吐く人が数人います。びっくりして何も言えなくなります。それからすごく落ち込んで、なんで私にこんなひどいことをするのか、すごく怒りが出てきます。そして数日間嫌な気分が続きます。マルカンの方々に
対処する方法をいろいろ教えていただいたのですができません。どうしたらこういう人たちに対処できる自分になれますか？またどうしたら落ち込まず上機嫌で過ごすことができますかという方ですが、これはねこういうことなのね、はい、あなたが男の時に前世で男の時に同じことをしちゃったの。それともう一つね、その人たちをよく観察してるとね、あなたと同じ心の傷を持ってるの。でその傷が呼び寄せるの。だからそういう人が現れたら、この人たちは私と同じ心の傷を持ってるんだ、だから同じように腹が立つの。そうそうそう、だから鏡の王族と同じだから、要するに呼び寄せちゃうの、引き寄せちゃうの。だから私が引き寄せて、この人たちは同じ傷を持ってるかわいそうな人なんだと思うと見方が変わっちゃうから、でこの世の中を自分がどう見るかで現象が変わってきちゃうの。だからやってみるといいよ。要するにあなたと同じ傷を持ってる人なんだっていうことが分かると、それだけで違うからね。そうですね。はい、以上です。はい、ということで鏡の法則ということもありますよ。見方を変えてみてください。ということで斉藤ひとりさんの考え方、お答えは、見方を変えてみる、見方を変えてみると現実は違ってくるというね、引き寄せの現実は違ってくるということでした。本当にそうですね、見方を変えてみるとやっぱり違った現象が起きてくるね。奥が深いですよね。ということで素晴らしい答えありがとうございました。そしてですね、皆さんがね出された答えが最高の答えですので、それぞれ皆さんに個性があるように、私たちの考え方にも個性があります。なので個性があってこの世は楽しいということで、まとめさせていただきました。はい、ということで今日のお話はどうでしたでしょうか。そして明日はですね、宮本真由美さんに寄せられた質問に宮本真由美さんが答えてくださるヒマラヤ音声サービス配信の日となっております。下の概要欄の方にリンクがございますので、そちらから聞いてみてください。こちらもね大人気コーナーとなっているので楽しいですよ。はい、ということで、今日は最後まで見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。皆さん、今日も最後まで動画見ていただきありがとうございます。ここからはまなちゃんからの最新情報です。健康になりたい人、綺麗になりたい人の応援サプリ、その名も水龍様が出ます。ただいまご予約受付中です。大人気のため皆様からたくさんのご要約をいただいております。いつものようにお一人様ご要約5個までとさせていただいてます。水龍様のご要約はお近くの丸館のお店さん、またはオフィスまゆみまでお電話ください。オフィスまゆみはあなたの健康と綺麗をサポートします。あなたのご要約お待ちしております。